ドロテア、ここにいたんだね。リン君、私に何か？もしかして食事のお誘いかしら。いや、それもあるけど、君に言わなきゃならないことがあって。僕は前に逃げてばかりの人生もいいって君に伝えたと思うけど、なんだかそれだけだと君に不親切な気がしてね。不親切ってどういう話かしら。実を言うと、僕は不安に感じてることが一つだけあるんだ。逃げ続けた結果、いつか逃げる場所がなくなる可能性があるんじゃないかって。僕は嫌なことは全部避けちゃうから、苦手なものは減らないし、痛みにもなれない。そういう意味では強くもならない。それで？それだけ。でもたまにすごく不安になる夜もある。なんだ、そんなことだったの。そんなの我慢してたって同じでしょ。いつ限界が来るか不安になる夜ばかりよ。でもありがとう、リン君の本音が初めて聞けた気がした。初めてって、僕が口にすることは全部本音だよ。本当に？なら、あの時の言葉も？あの時って、どれかな？私は頑張ってる、立派な女の子だと思う、ってやつ。本当？ああ、そうだよ。そうなのね。慰めの言葉かと思っていたわ。リン君は私のことをそんな風に見てたんだ。何かおかしいかい？随分と嬉しそうだけど。おかしいわ、リン君って本当におかしい。生き方も何も私とは真逆ね。笑ったらお腹が空いてきちゃった。ああ、そういえば僕は君を食事に誘いに来たんだけど。あれ、そんな話だったかしら。最初に君に聞かれた時に、それもあるけどって言ったよ。まあいいや、食堂でいいよね。街に出るのは面倒だし。まあいいか。あなたの楽な生き方にご一緒させてもらおうかしら。ガスパル、最近調子はどうだ？あ、シャミヤさん。あ、いや、全然普通だぜ。普通普通。どうした君？別にどうもしないぜ。それならもっと普通に振る舞えんのか。何かあるなら言え。いや、そう言われても。らしくないな君。その歯切れの悪さは何だ？分かったよ、言うよ。実はあんたの話を聞いたんだ。帝国軍とダグザ軍の戦い、あんたも参加してたんだってな。そうだ。それでその戦いであんた大切な人を失ったって聞いた。そんなこともあったかもしれん。それがどうした？どうしたじゃねえだろ。俺、あんたは戦ってねえと思ってたんだ。ダグザと帝国は戦ったけど、俺たちには関係ねえ、だから仲良くできるって。けどそれどころじゃなかった。帝国はあんたの大切な人の仇で。君に何の関係がある？親父がやったことだ。俺だって無関係とは言えねえだろ。無関係でないならばどうするんだ？責任を取ってくれるのか？ああ、何ができるかわからねえけど、俺が。生き返らせてみろ。え？責任を取りたいなら奪った命を返せ。生き返らせろ。できないだろ？だったら同情はいらん。けど昨日の敵は今日の友なんだよな。わだかまりを捨てて私と付き合ってみせろよ、カスパル。畜生。俺は
シャミアさん、いいですか。私ずっと一つ懸念ありました。懸念？なんだペトラ。もしダグザ再びフォドラへの侵攻を開始したら、あなたどうしますか？愚問だ。ここを出てダグザ軍に加わる。そしてフォドラの西半分でも切り取って悠々と母国へ帰るよ。わかりました。それならもう一つ質問です。もし帝国軍の戦線、私たち仲間皆出てきたら、あなた戦いますか？戦うだろう。それとも命を譲ってやろうか、ペトラ。むしろ君もこちら側になって仲間を殺す覚悟をした方がいいかもな。それ答えですか？と、5年前の私なら答えていた。私は子供の頃から戦場にいた。金にがめつい傭兵だった。金払いの悪い味方より報酬をくれる敵について戦った。狙撃手を選んだのも金になる大将首をたやすく取れるからだ。セイロス騎士団に入ったのすら命を救われたという報酬分の働きをするためだ。だが今は違う。金のためやめるってした？ああ、そうだな。フォドラの未来を憂い戦う君らを見て、手伝うのも悪くないと思った。自分の命を懸けるつもりはないが、君らの命は守ってやりたい。ダグザの軍が君らと戦うなら、君らの側につくよ、私は。本当ですか？私嬉しく思います。戦争終わる最後まで私たち合力しましょう。貴殿に頼みがあります。助かりましたよ、先生。どうにか新たな。してもよろしいですかな。まったく。
先生、私しか聞く、読む、先生。頼みを聞く余裕はあるか？ようか。また来てくれ。ねえ。あら。もし。そこの方、老いぼれの話を聞いてはくれんかね。わしは生まれてこの方、ずっとこの町で暮らしてきたんだが、帝国で暮らしている娘が手紙をよこして、日々の礼拝は怠っていないかと。あら、こんにちは、先生。この方は、お知り合い？あら、そうだったの？てっきり知り合いかと。おじい様、どうなさったんですか？おやまあ、綺麗な娘さんだ。いや、実はちょっと話を聞いてもらっていてな。お話？あ、もしかして何か困りごとでも？日課の礼拝に行こうと思ったんだが、足を悪くしてしまって歩けんのだよ。まあ、それは大変。よかったらお手伝いしましょうか？町の礼拝堂まででよければ肩をお貸ししますよ。おお、ありがたい。お嬢さんを使わせてくれた女神様に感謝せんとな。ほらほら、先生も手伝ってください。私はこっちの肩を貸しますから。はい、先生、お疲れ様でした。おじい様もとっても喜んでいたわね。誰かの喜ぶ顔を見てると疲れも苦労も吹っ飛んじゃうわよね。それより先生、ずっと不思議そうな顔をしてるけど、なんて言ったらいいのかしら。そうね、慣れているとしか言いようがないわ。そうなのよ、困ってる人たちの顔って見ているとすぐにわかるのよね。さっきは先生もあのおじい様も二人して困った顔をしていたから、教会暮らしが長かったからなんとなくわかるようになったのかもしれないわ。あら、先生にはまだ話していなかったかしら。私ね、10年近くファーガスの教会で暮らしていたのよ。教会には困りごとを抱えた人が駆け込んでくることも多くって、私も同じように教会に駆け込んで司祭様に助けてもらったことがあるのよ。ね、先生、私ね、夢があるの。私、将来は教会で働きたいのよね。司祭様みたいな人になりたいの。だけど
なかなかうまくいかないものよね。もし私が紋章を持たない平凡な人だったら、叶った夢だったのかしら。ちょっと悲しいけれど、やっぱりなるようにしかならないのよね。だって私の運命は私じゃなく、すべて女神様が定めるものなんだから。あの、頼まれてくれねえか。私
よくやってくれたな。そう、一度心一体な。ここだ。魔獣をもちろん、それ彼ら、で彼らと。一方で、ダックやまない。いい経験。ああ、クロークスって見てろよ。実敗北。それだ。いや、ふと穴。先生はこんな風。あ、それこそ。
また来てくれ。先生、いいですか。どうに新同盟新たな。このように騒がしいものと一緒の食卓はん。作りは好きだけど、そうね。いや、あら、ご指導私。
なんまだおかまだし指導なるほど。懺悔していたの、私の愚行をね。それであなたにも懺悔したかったから、いいかしら。あなたにはこれまでも散々迷惑をかけてきたわよね。男に振られるたびに仕事はすっぽかすわ。あなたにも当たってしまうわ。私ってどうしようもない女なのよ。はあ、このままじゃ一生独り身だわ。私、先生もそう思うでしょ。同性のあなたから見てもそうなのよね。私もうダメだわ。ああ、私の何がいけないっていうのかしら。もしかして顔？女は顔が命っていうものね。歌姫として一世を風靡した私の顔がダメってことはない気がするけれど、そうよね。この私の美貌に問題があったら大変なことよ。それならまさか性格、私の性格に何か問題が？ずいぶんな棒読みね。そう、先生もそう思っていたの。確かにちょっとだけだらしないかもしれないわね。私ってちょっとだけ怒りっぽいし、ちょっとだけ物臭だし。でもそういうちょっとだけダメなところがあった方が男にウケるって聞いたわ。実際そういう子ほどいい男を捕まえてる気がするし、ダメなところがまだ足りないのかしら。もっとダメにした方がいい？私な、何よそんな急に真顔になって。私ってそんなにダメ？貴殿、任せ、任務。この歌が声を。
何が問題だったのか。